ゆえちゃん大丈夫？楽しめてる？楽しめてる？いやほら初心者だから殺されやすいんですよ。うん、そうそうそう。まあ一人でいちゃうとどうしても。トミーすぐ、うん、次俺イデちゃんについてくから。そうね。ゆえちゃんが楽しくないやろな。そう。ついてくから俺が。で、小平ちゃんが嫌やったらどうすんねん。イデちゃんもそれは、それはうまくやるよ。それはうまくやる。すげえ踏んだり蹴ったりやぞ、イデちゃんが。で逆にイデちゃんがインポスターになっちゃっても動きづらくなる。確かに。いや、私どうしたらいいんだろう、ずっと小平ちゃんついてくるんだけど、って。翔平さんは楽しめてますか？いやもう楽しめてますよ。大丈夫ですか？そんなよかった。あすいませんよかった。なんかあの文句あったら言ってくださいね。全然。全然気使ってもらわずに、はい、いや本当すいません、はい、本当にもうね、まあ、気使われてないでしょうね。新人に2人目で殺されるんだ。さっきもさ、はい、うん、あのトミーに1人目で殺されてるから。トミーもうあれだろ。ごめんなさい、あのトミー持ってるんですよ、そういうの。逆にお前、ゲストに気遣いやーって思ったもん。スキル、ジャイアントキリング持ってるんで、すいません。もう、トミーさんは、トミーさんはちょっとゲストだろうが何だろうがキラーしていくんで。めちゃめちゃ俺殺すやん。トミー、あの、リアルな話言うと、さっきの戦いは翔平さん殺しちゃいかんかったよ。あ、本当ですか？あの違う、あの戦略的に翔平さんが疑われてたじゃない。はい、あのゲーム中一番発言力あった俺に翔平さん疑われてたから、はい、翔平さんじゃないとこ殺さないと、いやもう疑いが自分に向いちゃうのよ。そう、例えばもうめちゃくちゃ悩んだんですよ、ね、そう、めちゃめちゃねこの現場を仕切ってる浩平ちゃんを殺すとかさ。右田さん怪しい、翔平さん怪しいって俺が言ってたらここ狙っちゃいけないのよ。そうそう。あ、なるほど。ここ狙っちゃうとなすり、最終的になすりつけらんなくなるから。そうそうそう、はい、そうだから俺の中で隠しろって言ってるサトシを殺さなきゃいけないの。そうそうそう。あ、でもなんかサトシさんか山口さん狙ってたんですけど、そうそうそう、くっついてたって。あ、どうするの。ごめんね、あの二人は仲良しやから。小平さん、小平さん食っちゃったら絶対疑われる僕だなと思って。そんなことないよ、俺はみんなに食べやすいように全員にヘイト向けてるから。そうね。まあ小平ちゃんは殺されるやろうなってなるから。確かに、ね、そう。そのために俺が右田さんにヘイト向けてたんだから。そうそう。なんか右田さんです。右田さん生かしておくとなんか右田さんに言ってくれるからと思って。一回一回。じゃあ聞き取り直してもう一回やりますか。もう一回やりましょう。はい。はい。はい。難しい。開始します。いやーどうだろうな、次。次誰になるんだろう。またインポスターだ。よし、頑張ろう。様子みたい。これはちょっとね、あのね、そうなのよ。あーでもどうしよっかな。いやもうこのサボタージュの動きがよくわかんないんだよな。どうしたらいいんだ。ちょっと待って、入れちゃいたやんけ、今さっき。やばいやばいやばい。入れちゃいたやん。やっば。でもあれ、入れちゃん気づいてない？うすやん。今絶対やらかしたと思ったのに、俺今。え？マジで？うすやん。ちょっと待って、マジで。あ、誰が見てた？
あー、おー、あれ誰、はい、はい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 、はい、どこで見つけました。電気室です。電気室電気室で私がタスクをやってる間にいつの間にか。ああ。ちょっと割りか。やってるとじゃあ誰か言えないですからね。わからんかった。そうなんです。あのダウンロードのやつやってて。あ、はい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 。一つ聞いたんやけどさ、うん、あのまあ皆さんに、はい、はい、あの管理室で見れるじゃないですか。あ、見れるね、はいはいはい。ですね。あれって亡くなった人って消える？いや、いや消えないです。あ、消えないのか。俺結構ね、ずっとそこにいたのよ。見てたの。はい。だから最後がね、原子炉1、電気室2、保管庫1、カフェテリア1かな。うんうん、ああ、なるほどね。プロにいると見えなくなるんで、あれ。あ、そうなんや。まあそうだね。はい。カフェテリア行ったのは多分俺ですかね。ああ、ぶっちゃん。保管庫で終わった人は、はい、保管庫で右田さんじゃないですか。俺はあの通路の あの境目ぐらいで合流しました。あ、そっかそっか。俺ずっとタスクやりながらうるちょるしてたからさ。そこ2人は最後一緒だったの。じゃあそうですね、あの、うん、最後鉢合わせたところで、あの、うん、うん、そうそう、鉢合わせたところで終わったかな。鉢合わせたのが保管庫近くってこと。うん、そうそうそう、そうですね、うん、ただあの原子、うん、あ、右田さんはなんかあの下ルート通ってましたよね、確か。通ってた。あの右なんかあの酸素室だかどっかぐらいでなんかあの分かれて、うんうん、タスクがそこら辺ばっかり固まったからさ。で、あの右田さん下通ってあの保管庫で、自分上通ってあの保管庫の方通ったんで。ああ。原子炉いた人って。あ、僕です。あ、はっはっは。はは、はうん。ってなると誰だろう。だからあのその管理室のマップ見てるとね、そんなになんか怪しい人が本当イデちゃんぐらいしかいないんだよ。え？逆に？逆に？何もしてなかったのに。ワンちゃん電気室できるして、うん、あのベントでセキュリティって現象っていう、あの距離的には間に合うんじゃないですか。ああなるほどね。そうだね、ベント使えば、まあ、だそうなるとカフェテリアにいた人、あでもウェポン、カフェテリアにいた人って誰だっけ。ああ、僕です。ああ、ぶっちゃんってウェポンルームとか行き来してた、ウェポンルームから来たりした。電気室でタスクを終えた後に、井出さんたちとすれ違いで、保管庫通ってカフェテリアですね。ああ、あれ、その前、ちょっと前にウェポンルームにいた人っている。その前にウェポンルームいないんじゃないか。わかんないっすね。まあ、いないのか。まあ、じゃあとりあえずじゃあスキップで。あで、うん。あ、いや、後でもう俺を押します。はーい。いやー、バレてなかったな。いや、でも微妙だな。そうや、俺、コウヘイちゃんとイデちゃんがくっつくっていうの忘れてたわ。どうしよう。はいはいはい、はい、でもあのさっきの次なんですけど、俺、はい、上通った時山口すれ違ってないよね。お上ってか、ごめん、あの俺ウェポンカフェデリア、あの保管庫のルートで通ろうとして、保管庫とのなんかあのせなんかの境目ぐらいで三田さんと合流したんだけど、俺出会ってないよね。あ、会ってない。ついに仲間割れか。そう。いやいや俺なんかわりかしなんか右下付近を直線的に進んだけど、何カフェテリア上の方通ったりとかしてた。あ、タスクがカフェテリアの上だったから上でタスクはしてたけど。見えてないじゃあ、まあ見えてない、ね。見えてないってことか。なるほどね。誰？俺の中でだからまだちょっとトミーとイデちゃんがちょっと怪しいかなと。なるほどね。おお。じゃあやっぱトミーかな。トミーはトミー怪しいかなって俺は思ってますけど。あんなにだって浩平ちゃんにあんなに煽られてたやんか。ね、
ハマるよね、うん、すぐに行っていいよって言われてすぐに行ったんじゃん君純粋やからそれの線もあるぞそうなるとトミーの当たる確率すごいよね、うん、確かに逆にすごいよね逆にすごいよね、そんなに当たるってぐらい当たってるから僕はちゃんと助けやってましたよ本当にやってましたよ毎回そう言うてるで君ちゃんとタスクやってるの一点バリアで毎回言うてるねそう毎回タスクやってるの一点バリアであんた逆にタスク以外やるなんですけどいやどうだろうこれ一回ちょっともう一回スキップするまあスキップでここはいいと思います、まあ、そうだね山口と俺が捨て違なかったら確認しただけなんで、はいはい、じゃあ、はい、じゃあ次はサトシが怪しいかな右だったな最後もいやバレなかったね危なマジで入れちゃんわかんないよね完全に忘れてたもんなどうしようかなちょっと どうしようこの動きが全然わからへんどうしたらいいんやろどうしたらいいんやろマジでは今の危なかった今の危なかったから今翔平ちゃんと殺しちゃったいやもうしょうがないよねこれ確実に今心しとかんと絶対バレったもんな危などうだろうあバレちゃったトミーにバレちゃったかつけましたなんで上部エンジン上部エンジンで見つけました、うん、自分で殺してやったんか。いやーよくないなそういうのトミーな。本当よくないよ。さっきは僕自分で通報しましたけど。自分で通報したのか。さっきは自分でキルして自分でキルして自分で通報しましたけど。だからそのやり方と。今回違うの。今回は違います。あ、そう。いや、どこから来て、それ3日間よ、その死体。僕は、電気室でタスク 3つやって、うん、で、保管庫通ってカフェテリア通ったところで、サトシさんとすれ違ったんですよ。うん、あ、じゃあサトシじゃね？サトシさんが医務室に行って、うん、で、僕が上部エンジンの方に行った時に、うん、翔平さんがやられていたんですよね。なるほどね。はい。うん、サトシもそうかそんな感じか。そうですね。すれ違ってます。それでそれ以外の人は見てないのか。山口が医務室に行ったんで俺はちょっとついていきました、ね。ああじゃあ山口じゃあもうじゃあ入ちゃん？いや入れナビゲーションルームでタスクやってました。ナビゲーションルームはどっちや？どこやっけ？一番右っす。あ一番右か。あ右だったら遠いか。トミーは原子炉で、タスクはどんなやつをやってたんですか ?1 個前の時。1個前の時、原子炉のやつ、あれと何だったっけあ、怪しいぞ。俺さっき原子炉でタスクやってきたんですけど、2つ。
あ、それって被ることってあるんですかね。それは僕やってる最中に会議が開かれてた、死体発見が出ちゃって、うん、多分キャンセルになっちゃったんですよね。で僕それ最後にしてちょっと電気室の方に行ったんですよ。なるほど。でも上部エンジンで見つけたんですよね。あ、そうです、そうです。原子炉通りますよね。あ、原子炉通ってないですね、僕その時。通ってない。ん？え、どっから？電気室って言ってるから多分下通ったんじゃないかな。あ、そうです。電気室から保管庫通ってカフェテリア行って上部エンジンですね。なるほど。ん？カフェテリア行って上部エンジン？はい。原子炉、下部エンジン、電気室、保管庫、カフェテリア、上部エンジンだから下からぐるって回ってるから多分上部エンジン通ってない。通ってない。なるほど。なるほど。じゃあやっぱり。でもなんか怪しいけどな。怪しいやって。怪しまれてるぞ、トミー。ほら。じゃあ、なんか弁解のやつないのか。俺タスク全部終わってるんで、トミーつきます。あ、オッケー。じゃあ、それでいこう。はい、じゃあ、それで。まあ、じゃあ、とりあえず今、スキップで。はい。はい。ヒデちゃーん、トミー完全白。完全白。保管室で見てました、保管室で発見しました。はい。それまでどこ行きました？医務室でタスクを終わらせて完全に終わったんで、はい、うん、で、サトシが、あれか、トミーと一緒にいたんで、うん、他2人どっちかじゃあ見に行こうかなって思って移動してたら、うん、発見しました。あー、なるほど。ちなみにミキタさん何してました？俺タスク終わらして、で、あちこちうるちょるしてました。ミキタさん一回でもあのね、サトシとトミーと会ったよね、医務室かどっかで。すれ違いました。医務室のとこ行ってたんや。え、あの段階ではもう終わってたんですか？あの段階ではもう終わってた。あの段階で終わってたのに原子炉の上とか行っちゃったんですか？いやな、トミーが怪しいって言うからみんなでこうサトシについてた一時期ちょっと。なんかあの段階で終わってるのになんかタスクあるような素振り見せるんですか？え？え？そんな素振り見せた俺？いや俺普通に何やってんのかなって言って見てただけやで。いやなんかすげえ動き回ってんなと思って。そうだから何にもすることないからやな、手ぶらでやってるから今。なんだろう、画面から外れるような距離まで一瞬行きそうな感じとかでしたけど。そう、いや普通にやってたけどな俺。原子炉の上端とかの方行ったりとかして。うん、まあでもとりあえず俺トミーにずっとなんかさっきの会議からずっとついてて、うん、今に至るまでずっと一切離れてないんで、うん、じゃあまあトミーを完全にしろってことやな。トミーを
は今回完全白なんで。じゃあ山口か。多分。じゃあ疑われるとしたらそうやな。疑われるとしたら俺か。トミー、あーグッ、あ、山口やな。もう。じゃあ山口でいいんちゃうか。いやー。勝利を狙うか、もう、うん、ローラーするか。ローラー、まあ、ローラーもありか。でもロー、そうやな。ローラーもありっちゃありか。あれでも、うん？真ん中のって何何回も。一人の人が押せるんだ。一人一回。で、え、サトシ押してるよね。押しちゃってる。ああ。トミーは？まだ押してないです。俺も押してない。ってことはまあトミーがいるから大丈夫じゃ大丈夫か。うん。いやでもこれあれだな。通信妨害されたらおしまいか。ああ、なんか。でもこれさ、押すのにラグあるよね。ある。あるね。もしその間に一人やられたらどうなるの？いや一二になるならもう、ああ、いや。だって11になるじゃん、これで間違えたら。そうだね。いや、やめとこう。え？どうする？じゃあ、なんか、誰、待ってない。あ、わかった、スキップ。OK、スキップしてる。スキップして、トミーにみんなでついていけばいいんじゃない？で、タスク終わらせて終わりよ。終わりじゃない。これ、どうしたらいいんやろ？負けるやろな。俺ずっとタスクとかにいちいちついてたらもう絶対負けるよ。いやもう絶対負けるやろなこれ。お疲れ様でいい。お疲れ様でいい。やった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 ミニタスさん。はい、俺です。いや最初失敗してんな。コウヘイちゃんを切るした瞬間、あ、イデちゃんについてたわと思ったけど、イデちゃん見てなかったってことにめちゃくちゃ安心してさ。あ、なるほど、やっぱそうなんだ。そうそうそう。で俺翔平ちゃんをキルしたのは、翔平ちゃん通気口から俺見たでしょ。そう、セキュリティルームの弁当から出てくるの見たのよ。そうだから、ね、こいつ絶対やらないかと思って急いで潰したの。そうで、やべっつってカフェテリアで行こうと行く最中にやられた。そうそうそう。で、俺そこから通気口からグッて入って、もうそのまま医務室まで行ったのよ。いやもっとサトシ詰めろと思ったけどね。ね、そう、もっと詰めろって思ったけど。もっと詰めてくれと思ったけど。いや、でもあそこで間違ってつって、通信妨害とか食らった瞬間おしまいになると思う。まあそうだ、ね。でも、1個だったもんね。まあ、タスク勝ちでもよかったけど。そうですね。うん、いや、もう絶対もうここ負けるなと思ったけどね、最初もう。あ、もうこれ、ついてる時、うん、だってもういいで、もうでも完全にべったりくっついてたから、サトシとトミー。はい、で山口ここで潰したら絶対俺やんかと思って。で俺あれですよ、俺死なないようにトミーを間に挟んで。そう悪い。俺あそこで死んだらトミーが釣られるんで。死なないトミー。トミー次インポスターだったらそいつ先にやれ。トミーインポスターだったらサトシを先に真っ先にやれよ。いやー難しいな、インポスター。難しいっす、ほんと、うん、難しいっすね、うん、で、どうします？もう一回やります？大丈夫ですよ。オッケー、大丈夫ですよ。はい、